こってりうま辛味っていう。3600円。温めた、もう温めてない、めんどくせえからもういいわ、冷めちゃっても。これお箸でつついてみようと思います。お、結構でもあれやぞ、なんか冷やして食べるって。おつまみ鶏皮こってりうま辛味、出してみましょうか。あら、おいおいおい、これほら、映画なか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 うまそうやが、いいんじゃないですかこれ。うん、これが3600円。600円でこれだけ、うん、いや、なかなかやっぱ鶏皮はうまいな。もうちょっとカリカリしとってほしいけどな。1個4000円。歯がトゥルトゥルになる。ヒアルロン酸かな。いや別にチンせんでもうまいぞこれ。コラーゲン、いやこれちょっと俺パオンゴ行った時は買って帰ろう。酒のあてに良さそうこれ。まあ今日はもう飲んでないんですけどね、もう疲れたんで。1リットルの大お茶になります。リピーターになる、リピーターになる。これ塩を食いた。どこに売ってたん？なんかあの自販機。博多響き鳥っていうね、なんかあの博多の鳥みたいですね。株式会社響きプランニングっていう響き豚のとこですね。あの福岡県のところですね、販売元は。鳥まで響き。みんなもぜひ食べてみてねって。くずく豚に縁があるわって、仕上がってるねって。売ってないでしょ。切れてるよ、くっそー、頑張ってくれよ、ほんと。けん、ST とか弾けんのよ。大体80分の1っていう時点でもう萎縮しとったけん、俺。ああ、弾けんのやろなって。ほんと弾けんけんな。
パチンコやって打たなくてもご飯だけ食べに入店できるの？え、できますよ当然。なんならトイレだけ借りてもいいですよ。あんなのただの公衆トイレでしょって。一番の勝ち組だろ。結構パチ屋の飯はうまいとこありますよ。漫画だけ読むやつとか、まあ、俺はあの尾形とかに行ってるんだが、食べ歩きしてみようかしらって、いいんじゃないですかって。これはうまそうって、ヘルシー塩ラーメンよ。それだけ借りて傘パックするクズもいる。いや、ええんよ。ボーリオムサボってなきゃ傘パクるぐらいええんじゃないんか。まあ俺はやらねえけどな。YouTube にパチラメン紹介してるチャンネルもある。へえ。傘は客のやないんて。いや、傘貸し出しチャレンジとかあるよ、店によっては。ご自由にお使いくださいみたいな。次回持ってきてくれんと泣くけんって。ただのレンタル傘があるな。あるよな。まあ持ってこんけどな、大半のやつは。ちゃんと返してくれるミンドなんか、もうあんな100円傘とかやろなきゃ。もうないなってもええわいぐらいのもんしかやってないで。でもそれで、それ以上そいつは負けとるけん、もう店的には、まあ、えっかくらい持ってない。やないとやらんやろ。多分10人おったら8人ぐらい返さんと思うよ俺は。あの民度は似ちゃうよ。実質数万円でもらった傘やから。また来てもらうために傘を貸し出してるの？いや、いやそういう、やばい落ちた。2秒ルール適用されんぐらいの部屋なんだが、まあええだろう。大満足。